エレキギターを始めて弾けるようになってくると、やっぱりバンドでベースやドラムと合わせて弾いてみたくなります。でも少人数とはいえ、何人かで集まるわけですから、コミュニケーション能力はそれなりに必要です。今回のスレのイッチさん、バンドに参加したばかりですが、ちょっとコミュ障気味のようで、しかもバンドには初めて会う人もいるみたいです。ベースの人とボーカルが最初いて俺が後から入ってきた感じだけど、俺はボーカルの人と会ったことなくて一度 LINE のグループ通話で少し話しただけ。さっきグループ通話呼ばれ入ったけど一言も喋らずに退出してしまった。二人が話してる途中に入ってタイミングが悪かったと思って少し沈黙して聞いてたけど、ずーっと話してたからなんとなく居心地が悪くて。正直に LINE のグループに俺コミュ障なのでやっぱバンド活動参加するのやめときますって言っていいのかな？あとベースの人がやりたいという曲が多すぎるし、難しいのが多いので覚えるのも大変で、せっかく覚えてもまたいろいろ覚えてと言われ、もうそれもきつい。とりあえず一回スタジオ入れよ。俺もそうしたいけど、なかなかみんな都合が合わないということで、仕方なくグループ通話だけになることが多いので。会ったことないならしゃあないわ。実際会った時にダメだと思ったら断れ。もう会う前にやめたいっす。ギターがすげた手すぐにない。ギターが喋った。バンドマンの会話はセッションやろが、スタジオに入れよ。まあ参加するまでの期待を超えないもんよな。人とのコミュニケーションが苦手という人は多いと思います。イッチさんの場合はまだ会ったことがないわけですから、今一番ハードルが高くなっているのでしょう。会ってしまえば、なんとかなることもありますし、ダメならギター以外は打ち込みで演奏するとか、アコギ買って弾き語りするとか、楽しくギターを弾く方法はいくつもあります。このチャンネルでは音楽系スレの動画を投稿しています。ぜひチャンネル登録、お願いします。